怪人たちは人間社会の平和を脅かし、災害とみなされます。それらは危険度に応じて、いくつかのレベルに分類されます。虎、不特定多数の生命の危機。鬼、町全体の機能が停止、もしくは壊滅の危機。竜、いくつもの町が壊滅する危機。神、人類滅亡の危機。このマントを羽織ったスキンヘッドの男性は、3年ほど前まで就職活動に行き詰まっているどこにでもいるありふれた青年でした。その時、怪人の襲撃に出くわし、身を挺して男の子を助けたことで、幼い頃に憧れていたヒーローになる夢を思い出し、趣味でヒーローを始め、ヒーロー協会に所属するプロヒーローになりました。ヒーロー協会は戦闘能力の優れた者を募集し、怪人や災害発生時のヒーローたちの活動を支援する組織です。所属する何百名ものヒーローたちは、ヒーロー協会の指示のもと、今も各災害現場を奔走し、市民を守るために戦っています。これは、ヒーローたちの物語です。そして彼の物語でもあります。現場で怪人を発見しました。相手はたった一人。俺たちが協力すれば。行くぞ、スマイルマン。見せてやるよ、稲妻ゲリー。
人である私に向かうつもりか！よっと！ついてこれた？地球の人である私に向かうつもりか！何者だお前は。趣味でヒーローをやっているものだ。何だその適当な設定。私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによって生まれた。地球は一個の生命体である。貴様ら人間は地球の命を無視。人間どもとそれが生み出した害悪文明を抹消。私は地球の石によって生み出されたんだ。それにも死ぬべき死にだと。そんな理由で地球を潰すためやるやろ。またワンパンで終わっちまった。クソったれ！